近中の京都、名所十二寺院を巡る。中編。2014年11月24日から26日。嵐山は、京都府京都市の観光地。国の史跡及び名勝に指定されている。本来地名としては西京区、桂川の右岸を指し、左岸は右京区佐賀であるが、観光案内などでは佐賀地区を含めた渡月橋周辺全域をひとまとめに嵐山と称することが多い。しっとりとした雨の船遊びです。ユニークな船頭さんのしゃべりで約30分の船遊びでした。天龍寺は京都府京都市右京区佐賀天龍寺すきの馬場町にある臨済宗天龍寺派大本山の寺院。山号は霊儀山、寺号は詳しくは天龍寺聖禅寺と称する。本尊は釈迦如来、開基は足利尊氏、開山は無双祖籍である。足利将軍家と桓武天皇ゆかりの禅寺として京都御山の第一位とされてきた。古都京都の文化財として世界遺産に登録されている。
昼食の高尾に向かいます。高尾の川床での京料理ですが、この時期はちょっと寒いです。湯豆腐がなかなか温まりません。結局冷ややっこでした。寒い寒い。神護寺は京都市右京区高尾にある高野山真言宗由遺跡本山の寺院で山王を高尾山と号する。本尊は薬師如来、回帰は化けの清麻呂である。徒歩で約30分かけ、景色を眺めながら本堂まで登ります。参道の入り口から本堂まで約400段の上りです。不規則な階段なので結構きついです。瓦毛投げはこの寺が発祥とされています。あ、そっか、今どうも上手だと思ったプロがやったのね。やっと金堂の下にたどり着きました。若い時のイメージで登りましたが、後期高齢者にはきついです。ああ、疲れた。もみじのトンネルを通りたい徳寺に向かいます。
高等院は、京都府京都市北区紫野に、ある、臨済宗大徳寺派の寺院。大本山大徳寺の塔頭の、一つである。会期は細川忠興、会山は玉穂上僧である。現行庵は、京都市北区高間峰にある、曹洞宗の寺院。山王は高峰山。正式には、高峰山宝珠林、現行庵という。庵内はすべて、撮影禁止です。光悦寺は、京都市北区高峰にある、日蓮宗の寺院。山王は大居山。九本山は京都本坊寺。湾曲した、光悦書き。